ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車種紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG E53 フォーマチックプラス2020年式2100キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。やってまいりました、後期の E クラス。いいですね。まだ市場も中古車市場もかなり台数少ないようで。全然増えないですね、うん、割と珍しいっていう部類に入る。入ります、はいはい、車種じゃないかなと、で今回ご紹介させていただくにあたって、まあ、毎回なんですけど僕ちょっと今日予習してきたんですね。でちょっとカタログなんかも見直したんですけど、E もまた複雑ですね。これ何がですか。はい、ラインナップ。ラインナップがね、はいはい、ちょっとメモってきたんで、はい、見返していいですか。もちろん。もう、うん、グレードっていうかが、うん、幅広いじゃないですか、E クラスって、うん、もうそれこそ200から始まって、はい、200フォーマチック、うん、220D、300、350、350D、うん、450、うん、43、63、63S という、うん、こんなに時代でラインナップがある車ってありますかバリエーション豊富でね。でもちろんそのボディの根幹の部分に関しては多分共通だと思うんですけど、エンジンだって 1.5 リッターから4リッター直4から V6 直6 V8 こんなにバリエーション多く、はい、もうだって車によってはもう別の車じゃないかっていう、はい、そんな感じを受けたんですけど、で今回ご紹介させていただく E53 63の次のこうグレード上から見ていくと、内容的にはかなり充実してるんですよね、やっぱり、はいはい、装備もいいですね。ただポジション的にはやっぱりこう上から S63S6353、うん、なんで、よく言えばちょうどいいし、うん、悪く言うと中途半端という、うん、だからそれが今回ちょっと現車見て中途半端なのか本当にちょうどいいのかちょっとジャッジしたいと思います。まだちょっと車新しいんで、今回ちょっと外装から、はいはい、細かく見ていきたいなと思います。で今回フェイスリフトをしてるんで、2020年式だとちょうど前期と後期がこう入り乱れてる感じなんですね、はい、そうです、ちょうどこう変わり目の時です。そうですよね、うん、だから中古車情報サイトなんかでも年式順に並べても結構こう20年式ってこう前期が出てきたり後期が出てきたりっていう感じなんですけど、はい、まあ、顔は結構変わりましたよね。変わりましたね。この辺のグリル周りの衣装とかもだいぶ変わりました、はい、ちょうどこうひっくり返しになった感じですね。そうですね、はい、もともとこっちにこうフラントしてたものがこっち側になりましたね。台形の、はい、そうです感じが、はい、細かく言うとここのグリルが、完全にインサートされるタイプ。前期はここがねメッキがちょっと出てて、はいはい、ちょっとボリューム感のあるグリルだったんですけど、その辺が変わってきましたね。あとそれに合わせてこうヘッドライトがちょっと、はい、これがちょっとねだいぶこう顔つきが変わったというか。そうですね、はい、印象だいぶ変わりましたよね。 スマートになったっていうんですかね。特にこの LED のこのラインがだいぶ効いてるなっていう感じは、はい、それはありますね、はい、うん、あとちょっと今回紹介させていただくにあたって、はい、まあ、ちょっとこの打ち合わせみたいな感じでちょっと車見させてもらったんですけど、はい、改めて見て今の車ってめちゃめちゃ真っ平らになりましたね。ここは確かにね、なんか一説によると衝突安全、うん、そうなんか言われるよね、それはね、よくであんまりこう凹凸がつけられなくなった、うん、はい、それがもう思いっきりなんか出てるなって。昔の車ってなんかこうバンパーはちょっとこう出てるイメージだったじゃないですか、はい、もう今はこう全部まったりやすいもんね、うん、リップに関しても全然出てないという。そうですね。であとこの辺の凹凸も、うん、デザイン性の部分だったりだとか衝突安全のところのこの産物らしいですよ、まあ、車によるみたいですけど。はいや空気抵抗とかいろいろ考えてると、うん、こんなとこ、こう出っ張らせない方がいいらしいんですよ。当然そうですよね。で今の車ってこうリップとかも割とここが出てるじゃないですか、うん、出てますね。あれって結局そこ出さないとこっちのデザインができなくなっちゃうはっていうのを読み物で読みました。なるほど。だから確かにこう E クラスとかここバーって出してるじゃないですか、うん、出してますね。多分ここ出すんだったらここ絞れないんだと思いますよ多分、うん、はあ。多分ですけど。なるほどね。だその辺の関係もあって、うん、今ってこうデザイン優先で車を作れない中、うん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 、よくこうちょっとこう何ですか、パッと見こうすごく立体感のあるデザイン、はい、なんかやっぱり今の車はすごく考えられてるなって、うん、はい、でなおかつその空気抵抗もそうだし、衝突安全もそうだし、いろんなこう考える部分も多い中、ちょっとこうアグレッシブなデザインにしてきたのはさすがだなっていうふうに、うん、はい、思いました。はい、
で、あの似てるんですけど、なんか細かい部分で言うと5、3、1専用らしいですね、バンパーって。そうですね、専用ですね、はい、なってる、うん、で、結構こうエアーの流れなんかもかなり考えられてて、はい、これね、相当考えてますよ。ここ開口部大きく取ってありますけど、はい、こっちはちゃんとこう抜けて、はい、ホイールのアーチの中流してエアカーテンになるようになって。そうですね。で、よくよく見るとそのフロントスポイラーの、はいはい、風を送り込む部分と、あとこう下から取り込んで、そうなんですよね、こことか、はい、で、なんですかね、これミッションクーラーなのかな、なんかコアがちゃんと、はい、ありますよね、はい、この中いくつにも分かれてますしね。だここを空気溜めてこう下にも流すようになってる、うん、はい、だからその辺すごくこう空気の流れが、そう、ちゃんと風圧を作ってね、うんうん、引っ張り出したりとかってね、考えてるんですね。で、それこそ昔ってこう風洞に入れて目で見て確認してなんですけど、うんうん、今ってもうコンピューターで全部シミュレーションができちゃうんで、うんうんうん、デザインがガラッと変わったって言われますよね。そうですね、はい、もう実際目で見なくてももうデザインの段階でシミュレーションして分かっちゃうんで、うん、本当にちょっとしたパーツがめちゃめちゃ空力に効いてたりとか。そうだよね、だってちょっと前まではさ、モック作ってさ、ボディにしてさ、それで風当ててさ、はい、ってやったわけ。ビロビロの風つけたりとか、あの煙流したりとかしてましたけどですね、その辺がこう思い切り出てるなっていうのはちょっとこうデザインで感じておりました、うん、だって E クラスってこう割とメルセデスでいうところの、うん、CES ってやっぱり主役な車なんで、はい、やっぱりちょっとこうすごくまとまりがある、うんうん、でただちょっとこうラインナップもいろいろ多いですし、この後ちょっと見ていきますけど、はい、結構こう足回りなんかも、うん、そのグレードによって違ったりするんで、なかなかちょっとこうベストなものを見つけるのって大変なのかなっていう、うん、あの E クラスっていう風にこうくくって考えると絞るのが大変ですよね。じゃあその中でどれを選んでどの装備がついてて、じゃあついてなければオプションで選べるのかとか、オプションでもつけられないとかね、その辺をちょっと考えていかないといけないのかなと思いますね。ちょっとその辺を今回ちょっと見ていきたいと思います。そして早速横に回っていくと、足元が E53 ということで20インチが標準なんですよね。はい、そうです。このフィンのタイプの、はい、これかっこいいですよね、うん、定番で何ですか、とんがったデザインじゃなくて、うんうん、決して地味でもなくいいですね、車格に合ってて。ちょっとこのフィンのタイプの高級感のある、そしてこれ天面がダイヤモンドカットになるんですかね、はい、うん、そうですね、側面がグロスブラックでしっかり AMG ロゴも入ってたりとか、はい、このスポークが細く見えるんでちょっと伸びやかな印象で。そうですね。あと下見の時石川さん言ってましたけど、はい、タイヤのいろいろある。そうなんですよ、設定が私が見るか知ってる限りではあ、こんなにいろいろあるんだなっていうのが、グッドイヤーだったり、ミシュラン、横浜、ブリヂストンは見た覚えがありますね。なるほど、はい、で今回のお車は横浜のタイヤが、横浜入ってますね、取り出されていると、はい、で今回こちら、新品なんですよね。そうなんです、フロントがちょっと山が少なかったものですから、はい、入庫した時点でもう新品に変えちゃいました、はい、で最初にちょっと距離だったりをご紹介させていただいたと思うんですけど、うん、あの距離的にはちょっとこう年式に対して少なくはない、はい、うん、ただこれちょっと考え方も人それぞれだと思うんですけど、はい、例えば今回のお車みたいに1年で2万キロと5年で2万キロだと、うん、その消費の仕方がだいぶ違うと思うんですよね、はい、はい、うん、その辺は、うん、ただやっぱり僕らがこう査定をしたり入庫して試運転したりとかさせていただいた時に、やっぱり街中メインで使ってる車とか高速メインで使ってる車ってやっぱりもう同じ2万キロでももう雲泥の差なんで、全然違いますよね。全然違います。これの場合は2万キロと思えないほど安定した状態、決して状況悪くないので、あえて在庫として僕は展示してます、うん、はい、まあ、ケースバイケースだと思うんですけど、やっぱりこう短期間で割と距離長く乗ってる車だと、うん、乗り降りの回数もそうだし、うん、はい、例えばその1回の巡航距離も一つが長いじゃないですか、はい、で長い年月かけて走った車って結局その乗り降りの回数も多いし、うん、はい、ストップアンドゴーも多いし、そう、はい、まあ、その辺がちょっとあるのかなと、はい、で今回の車は、うん、距離は平均でいうと伸びてますけど、割とコンディションもいいですし、はい、あ、全然いいと思いますね、はい、中も非常に、はい、この後見ていただきますけど、コンディションもいいのかなと、うん、はい、ただちょっとやっぱり消耗品は出ちゃうんで、あ、もちろんそうですね、はい、今回ちょっと距離乗れば新品させていただいたんで、はい、まあ、安心して乗っていただけるかなと、はい、あとはもうブレーキも大きいものついてますし、うん、はい、もうベースのところはやっぱりこう E クラスですし、はい、AMG ですし、はい、まあ、間違いないです
もうその辺も自信を持ってお勧めできるかなと。であと今回の車はエクスクルーシブパッケージがついてるってことで、はい、サンルーフが、はいはい、これいいですね。これいいですね。パノラマ、あの開放感もありますし、うん、あとこう外装ですか、表から見た時のビジュアル的にルーフが黒いってなんかこうメリハリがあって、確かに、はい、こうフロントガラスとこうリアのガラスとつながって見えますからね。そうなんですよ、はい、でボディ白なんですごくトーンバランスもいいと思います。車高も低く見えますし、はい、そうですね、いいんじゃないか。あとサイズ感に関してはもう申し分ないんじゃないでしょうか、はい、うん、もちろんそのコンパクトがいい求めてる方にはもちろんその C クラスっていう選択肢もありますし、今だとその A クラスだったりとかっていうのもありますけど、はいはい、こう大きすぎない E クラスっていうのは割と日本の都心だったりだとか、はいはいはい、その辺の環境なんかでも使いやすい、はい、使い勝手はいいですね。そうですよね、 E クラスっていうのは、はい、よく言われるのが7シリーズ S クラス広いしゆったりしてていいねっていうのはよく言われます。ただこうご自宅の駐車場だったり出先の駐車場だったり考えていかないといけないっていう。でも E クラスだとギリギリ収まるサイズなんで、まあ、大体どこでも入れちゃいますからね。安心してお乗りいただけます。そこはあの中途半端じゃなくてちょうどいいところなのかなっていうのを、うん、いや僕も思います。はい、あと はい、うん、どっちかっていうとこれも語弊を招くかもしれないんですけど、はい、その E クラスって僕の個人的主観感覚で言わせてもらうと、はい、C クラスの上っていうよりも S クラスの下なんですよ。何が言いたいかというと、分かります、 C クラスに寄ってるっていうよりも S クラスに寄ってる車なんですよ。なんか S クラスを小さくしたイメージです僕は、うん、つい先日小島店長とあの E のカブリオで撮影させてもらったんですけど、はい、質感もめちゃめちゃ違うんですよね、はい、C と E で全然違います。本当に S の方に近い。そうですね。いやでもアリーナ店のあの E200 カブリオレシルバーもかっこいいですね。あれね、モードいいし、いいですね。ねえ、やっぱり E クラスってその BM の5シリーズでもよく言われます。あのアウディの A6 でも言われます。どっちつかずじゃないかって。そんなことないです。どっちもなんていうんですかどっちにもいけちゃう。逆に言うと S クラスに近いその内容、広さだったりとか装備面だったりっていうのはグレードによってはもうほぼベースクラスに近かったりする。でもコンパクトって考えると C クラスよりとも捉えられる。だからいいとこ取りだと僕は思ってます、はい、で特に今回 E53 なんで、うん、もう装備も充実してますしですね、はいはい。まあ、エンジンのパンチに関してはもちろんそのもっと求める方は、63も 63S もありますけれども、うん、はい、これはこれでハイブリッドもついて、はいはい、燃費だったりもそうですし、そうですね、まあ、快適性に関しては、うん、もう圧倒的に、うん、もう現代的な車です、はいはい、ちょっと非常におすすめかな。だと、まあ、いろんなところで言われてますけど、うん、ここの形にこうメルセデスと、まあ、割と比較対象に出される BM、はい、出てくるかなっていうアプローチの仕方が全然違うという。そうですね。だ僕ここはこう、うん、割と保守的だなと思うんですよ、はいはい、こう BM みたいにグイッてしてこうちょっとこう、うん、スポーティーな印象を出さない、うん、もう全部そうじゃないですか、うん、C とかも、うん、こういうかまぼこ型のウィンドウというか、うん、これ変わらないなんかこうオーソドックスというか、はい、もうベーシックというか、うん、なんですかね、ザ・セダン。そうですね、そういう形を感じます、うん、そしてあとは後ろを回っていきましょうか、はい、トランクのスポイラーだったりが、うん、はい、性能ものがついてたりとか、はい、あと僕いいなと思ったのはマフラーなんですよ。マフラーこれいいですよね、はい、丸の4本出しってなんかちょっとこういいなって思いません、うん、はい、なんか最近の車からすると、はい、これって本当なんかあれある意味新鮮だよね。あれ久しぶりに見たなみたいな。2000年ぐらいでしたっけ、割となんか丸楕円の日本出しって多かった印象なんですけど、多かったですね、チューナーなんかでも、はい、なんかそれからなんかこう少なくなっちゃいましたよね、うん、四角い1個ずつのとかになったりとか、最低のメルセデスなんかは四角の4本出しになったりとか、うん、あとはほらね、あのダミーが多いからデザイン上スクエアとか、はい、あの楕円というかひし形みたいなとこうなってたりとかしますけど、実際こうやって丸が4本出てるのって懐かしいですね。いいですよね、はい、ただちょっと残念なのは中身は1本出しなんですね。そうなんですよね、はい、肩だけという、はい、だ最近でも多いですからね。いや多いです、はい、この間びっくりしたのは GLE かな、うん、あの貫通してないのがあるんですよ。してないです、してないです、はい、ただ黒になってるっていう。そう、あれこれフロントのカバーと一緒じゃないみたいなリアルについてて、はい、でなんとなくこうなってて下から出てたりとかっていうのも多いし、うんうんうん、結構アウディなんかだとデザイン風になってるじゃないですか。なってますね。いやそれ勘違いしてるあなたが悪いんでしょみたいな感じにも取られないですけどはいはい、はい、あの GLE なんかだともう思いっきりマフラーの形してるのに中が袋になってたりするんで、うん、まあ、ちょっとそれはもう時代の流れ的にしょうがないのかなと、うん、
ただこれは僕的にはかなりこの出面もいいですよね、はい、このちょびっと出てるいいですね、だこの、はい、ここに合わせたこのギリギリの、うん、はい、こんな感じになって、あとテールランプも後期で一新されてるんですよね、はい、他の新しめのシリーズに近いデザインになってきましたね、はい、これもやっぱり後ろついた時におっていうポイントなので、はい、こんな感じになっております、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。で恥ずかしながら僕知らなかったんですけど、はい、後期からソフトクローズがそうですねついてます、ついてくると、はい、これいいですね、あめちゃくちゃいいですよ、そして内装はもうさすが豪さんですから、はい、まず専用の AMG スポーツシート、うん、これもいいですよね、はい、この辺もしっかりついてきて、うん、あとステアリングが一新されて、うん、なおかつ AMG パフォーマンスステアリングになると、はい、ここは僕下見て、うん、見てこれいいですねって言ったら、うん、水川さんにえって言われたんですけど、はい、まあ、ここは完全に分かれるところなんです、これ分かれるところですね、はい、もう保守的なのがいい方は、はいはい、うん、ちょっとこう、うん、2階建てどうなのっていう、そうですね僕乗った時に迷っちゃったんですよ、はい、でも自分の自家用車として乗ってないので日々乗ってれば慣れちゃうのかなと思います、うんうんうん、っていうのと願わくば2階建てじゃなくてスイッチ類をもっと減らして確かにコンパクトに減らして、うん、どんどんメニューを展開できるようにしてほしい、なんでこう押す場所を選んでからメニューが選ばれるっていうのはちょっと、はい、時代錯誤かなとちょっと僕思っちゃいました、ちょうど今本当にいろんなもの群がハイテクになってきてるんで、うん、でもね今ここで言うことじゃないのかもしれないですけど、改めてこのメルセデス E53 をこの後期型を初めて見たときに僕何を感じたかっていうと回帰だなと思ったんですよ、回帰っていうのは原点に戻る、はい、あとはノスタルジック、あ、はい、このステアリングもああいうステアリングって、はいはい、昔のクラシックの高級車のイメージないですか、あ2本だったり3本だったり、スイッチはないですけど、はい、スポークが細く何本かで複合的に作られていて、であとはそのマフラー、今触れたマフラーとかエアコンの吹き出しがもう完全に丸しかないとか、うんうんうん、っていうのがなんとなく僕はノスタルジックな感じを出しているメルセデスのこれからのデザインの捉え方なのかなってちょっと思いました、なるほど、うん、だと機能的なもので言うと、一応豪さんだと可変ギアレシオの、ステアリングになると AMG パラメーターステアリングって言うんですよね、はい、そうです、はい、うん、まあ、BM でいうとこのアクティブステアリング、はい、そうですね、まあ、その辺がついてきたりだとか、はい、まあ、あとこの後紹介しますけど、誤差だと3ゾーンのエアコンが標準だったりとかブルメッサーが標準だったりとか、あと3ステージの ESP が標準だったりとか、あとこれパネルですよね、はい、ここもちょっと賛否が分かれるかなと正直思ったんですけども、うんうん、メタルウィーブの、そうですね、パッと見ちょっとカーボン風っぽいですね、うん、全然かっこいいと思います、はい、うん、ただ、はい、どうせだったらカーボン、あーそうですね、カーボンとかウッドとか、はいはい、あそうですね、ウッドとか なんかね、まあ、ちょっとごめんなさい、選べるかどうかわからないんですけど、はいはい、まあ、これだけなんかこうグレードが幅広いんであれば、うん、そこもいろいろ選べたりとか、うん、はい、いろいろあったりするとよりこう特になんかこう藤川さんおっしゃってたように、うん、ちょっとクラシカルな印象であれば、うん、ウッドでちょっとこうクラシカルなウッド調とかでもいいのかな、ねえ、ちょっと、うん、室内がいい感じで随所にメタルが入っているので、うん、まあ、それもかっこよくなるのかな、だちょうどなんかこう先進的なものとちょっと融合する時期なのかなっていう、そうですね、はいはい、ただ全然こう質感的には、うん、ちょっとこれあんまり見ないですもんね、この感じ、そうですね、はいはい、これはよく作られているものだなと思います、こんなパネルになってございます、はい、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、では乗ってみたいと思います、はい、もう安定のっていう感じです、そうですね、はいはい、お前いつもそれしか言ってねえなって言われちゃいそうですけど、はい、シートは硬すぎず柔らかすぎず、うんうん、はい、ホールドは背中だいぶいいですね、背中がねサイドサポートがだいぶいいです、はい、で、座るところ座面の部分のサイドはあまりこう硬くしてないというか立ち上げてないっていう、そうですね、はい、割と背中の方がホールドが僕のこのだらしない贅肉をソフトに包み込んでくれる、はい、そんな感じです、はいはい、でシートは割と本当にコンフォート、うん、ですね、うん、割とこうだらしなく座っても、はいはい、ギュッてこうされる感じではないです、うん、そしてステアリングはこんな感じで先ほどちょっと触れましたけども、はい、2階建てになっていると、そうですね、確かに迷うかもしれないですね、ちょっと、うんうん、まあ、慣れればどうってことないんでしょうけど、うん、で人によってはやっぱりこの辺ってすごく対応されるじゃないですか、いや対応しますね、はい、はい、あだからこれ一応分かれてるんですね、そうです、
もうすごくこう使う部分と、はい、たまに使う部分でこう、そうです、上下で、はい、機能部分と情報部分で分かれてるんだと思いますね。明らかに日常的に使う機能部分が下の方だったりとか。ただちょっと僕のこの短い指のドラえもんみたいな手だと、うん、ちょっとこう同じハンドルの位置でこうは押せないのかなっていう、うん、こう押すかこう押すかがあるんで、うん、ちょっとこれはあの気になる方は現地で確認していただいた方がいいかなと、はい、だとパズルよく見たらだいぶ形変わってるじゃないですか。何ですかこれ。でなんかねしっかり感がすごくない？はい、なんとなく重い、うん、重厚感が。そう、はい、でステアリングの形もやっぱりさすが AMG って感じですね。ちょっと D シェイプになってて、そう、はい、でこの辺が、はい、モードの、うん、そうですね、はい、ついてございます。であとメーターは、うん、まあ、配置だったりに関しては大きく変更ないですよね。そうです、基本変わりないですね、はい、うん、こんな感じで。はい、でこれも表示もいろいろできますもんね。そうです、はい、そしてこの辺、まあ、この辺は安定なんで、はい、まあ、掘り下げなくても。そうですね、皆さんご承知の通りかなと。であとエアコンの吹き出しなんかはこんな感じで、はい、うん、確かにちょっとクラシックな感じ感じますね。そうなんですよ、ダッシュボード、うん、でヘッドアップディスプレイも当然ついてるし、はい、やっぱり豪さんなんで装備はかなり充実してる感じですね、うん、はい、でエアコン関係と、うん、当然360度だったりのこの辺の運転支援関係も全部ついてくると。はい、はい、ちょっと一回止めましょうか。はい、はい、ボタンもこれですもんね。うん、ですよねこれ、はいはい、そしてあとこの僕知らなかったんで調べちゃったんですけどこの NFC、はい、あ NFC ね、さっき言ってましたね。スマホでいろいろ、うん、はい、機能ができると。鍵の開け閉めだったりと、はい、エンジンスタートだったりと、うん、多分それの登録したものを使うところだと思います、うんうん、なるほど。そして USB Type-C がついてて、はい、ドリンクホルダーと、うんあとこの辺もおなじみっていう感じですよね。そうです。でこの辺が、モードの切り替えだったりだとか ESP の位置がついてると、はいはい、であとは、うん、アームレストの中はこんな感じで、はい、USB が2系統、はい、っていう感じです、うん、もうなんかもう完成されてますね。そうですね、もう、はいはい、完璧ですね。何をどう言っていいか分かんないですけど、こうなってるんだとかないですね。ないですね、はい、安定安心。そうですね、ですね。そして天井に行くと一応ファブリックで黒いもの、はい、ですね、はい、バイザーは、うん、正直言っていいですか、はい、ゴーサン AMG であれば、うん、せめてファブリックにしてほしいですよねっていう感じは。ただ結構僕毎回毎回それ言ってお前また言ってんのかよって言われちゃうこともあるんですけど、うん、耐久性のために、うん、こうプラスチックになってたりとかビニールになってるケースが多いんですよね、うんうん、そう、はい、分かります。確かに。ただどういうわけか、うん、さらにその上に行くと、うん、アルカンタラなしたりとか、うん、レザーなしたりするじゃないですか、うん、という僕の独り言です、はいはい、そしてパノラマはこんな感じで、うん、はい、一応開くのも開くんですね、はい、開きますよ、はい、これはいいですよ。どういいですね。でかい、しかも、うん、だいぶでかいですね。いやだいぶでかいですよ、はい、開放感が、うん、エクスクルーシブパッケージ付きはかなりちょっといいですね、うん、そうですね、はい、でもやっぱりこの辺のお車だとエクスクルーシブが付いてないとちょっとこう、うん、残念ポイントになっちゃうので。確かに、はい、そしてエクスクルーシブパッケージ付きですから、うん、ヒューマンアトマイザーもです、はい、しっかり付いてございます、はいはい、あと僕ちょっと言って思ったのは、うん、他の AMG GT とかもそうですけど、うん、要は4353系のやつで、うん、右ハンドルだと、うん、ここちょっと出っ張ってんすね、うん、ここが。そうだね、フォーマチックの関係なのかだと思います。多分だ割と、うん、ちょっとここが当たる、うん、あなんか生意気なことそしてフットレストも、うん、これもAMG GT と一緒なんですけど、はい、ちょっとちっちゃめになるんですね。うん、そうだね、うん、だからこれもともとベンツってフットレストをなんていうのこうフットレストレスっていう存在をあまりこう出さない。確かに感じカバーないですもんね、うん、そうなの、うん、その形になってるかなぐらいな感じで、うんはい、確かに、うん、だからちょっとこれ乗り方にもよると思うんですけどフットレストをこうしっかり使いたいっていう方だと、うん、ちょっとこの辺確認されるのがいいんじゃないかなと思います、うんはい、あと土あれだよ、はい、土はさ古い人間だからさ、はい、化石って呼んでください、はい、最先端の車はあまり乗らないじゃない、はい、ね、はい、だからさフットレストなんて別になくていいやって思う。高速走ってる
クルーズコントロール入れちゃうと。あ、確かに確かに確かに。でほらもう E クラスとかその辺のこの辺の新しめのやつってウィンカー出せば車線変更も全部やってくれるじゃない、はい、別にもうこうやって確かにこうする必要もないんですよ。多分だから時間的にこっちにしてる人の方が時間の方が多いっていう人も多分少なくないと思うんですよ、うん、そう、はい、あとこうやって握っていれば、ね、全部やってくれる。確かに確かに、はい。まあ、ちょっとこの辺はもし気になる方がいらっしゃったら電車確認していただくといいんじゃないかな、うん、そうですね、はい、こんな内装になってます。はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。はい、後ろも当然これ、うん、はい、ソフトクローズということ で、はい、ということ で、 であとはあの S とも C とも違うところはやっぱりこの後ろの席だと思うんですよ。こう前広いなとかってあんまないじゃないですか、うん、はい、ただ後ろってこうボディサイズがこう顕著に出るじゃないですか。はい、はい、そうですね。ちょっとそれ確認してみたいと思います。はい、いやめっちゃ乗り込みやすいっす。いや乗り込みやすいですよ、はい、ただ天井は、うん、僕の座高だとちょっとこう低い感じを感じました。はい、ただ足元は、うん、こうめっちゃ考えられてますね、うん、足入れやすいです。そうですね、はい、ここがすごく広い印象、うんうん、そして座った感じでいくと後ろだいぶ柔らかいですね。柔らかいですね後ろのシートはね。前はスポーツシートだからか、うん、結構こうしっかりこう、うん、反発力ある感じを感じましたけど、うん、後ろはもうふわってこう、はいはい、お尻ちゃんと入りますね。入りますね、はい、背中も、うん、はい、なんかこれでもいい感じだと思いますよ。そうですね、でも背中入るんですけど入った後が硬いよねちゃんと。そうですね、この辺硬くない上が、はい、多分だから疲れないねこれだと。こっちは柔らかいけどこっちは硬い。でも出っ張りそんなのないですけどしっかりこう、そうちゃんとしてます。ホールドされてる感じがしてます、はい、で足元は、うん、僕、うん、ちょうどいいぐらいのシートの位置ですかね、うん、はい、ちょっと後ろ気味ですかね、うん、で拳1個分ぐらい、うん、ただシート一番下げるとこれ下につま先入らないかな。あんまり入らない感じですね。入らないかな、はい、しっかり入るっていう感じではないです、ね、僕は気にならないです、はい、足短いんで。そして上に関しては僕身長175ですけど、うん、はい、まあ、あの座高はいつも通りずば抜けてるんで身長185ぐらいだと思ってください、はい、ギリギリっていう感じですかね、うん、はい、でもなんかあれだね、助手あごめんなさい、リアシートのアイポイント高いね。高いですね、これいいねすごく。で特にパノラマがついてるんで、うん、開放感めっちゃありますね。ある。だから車が弱いお子さん後ろに乗ってもこれ酔わないんじゃないの。この辺の抜けてる感すごいですよ。そう抜けてる感がすごいし、はい、うん、この辺はやっぱり E のボディサイズとこのパノラマが効いてるかな。効いてますね、はい、だからアイポイントが低いお子さんでこうやって見たとしても多分そんなに窮屈感っていうか、あの何、視界がこう遮られてる感があまりないと思います。確かに、うん、でモニターはでかいんでちゃんと後ろの席から、はい、普通に見える。前のモニターが普通に見える。普通に見える。ここも広いし。そう、はい、だね、これ狭いねここがね。いろいろ考えてあるのかな、もしかすると。あの僕実宅の車がもうワンサイズちっちゃいしてたんですけど、うん、もう後ろの子供こうやってるんですよ、はい、もう画面ちっちゃいし。普通そうだもんね。そうそうそう、普通はね、はい、うんうんうん、もう普通にここの今僕の目線の位置ですけどそのまま画面が見える感じ、はい、ですね、はい、僕もそのまま見えてます、はい、だから特にここにエンターテインメント系がなくても全然、はい、サイズ的にも見えちゃうかなっていう、うん、そして3ゾーンになってますんで、はい、別々で使えると。そうですね、温度調整と風量と、はい、そしてこの下が灰皿になってて、はい、シガソケット付いてございます、はい、うん、はい、そしてシートヒーターも当然そうリア付いてます、はい、ついてますんで、うん、はい、まあ、このサイズとこの装備とはやっぱりこう E クラスなので、はい、これはね本当なとこかなと、はいはい、そしてアームレストはこんな感じで、はい、ドリンクホルダーと、はい、よっと、はい、なっております。ちょっと浅いよメーカーさん、はいはい、もうちょっと癖をあともう毎回僕思うのは、うん、あの E クラスここ割とスペースあるじゃないですか。ありますね。ここってこう後ろの圧迫感につながりません？ああ、つながるかもしれないね、はい、極端にこう狭いと、うん、まあ、見えるところじゃないですか。こうちょっと横向いた時にすぐこの辺こうなってたりすると、うん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 、確かにちょっと窮屈な感じしますけど E クラスって結構奥までこう、うん、取られてるんで。そうだね、はい、もういいと思いますねこれはね。そんなにこう、うん、窮屈な感じはしないという、はいはい、こんな感じのリアシートです、うん、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、足で開けるやつも確か53だとついてます。ついてます、はいはい、そしてトランクが広いという、うん、ここ広いよねこれ。あの E クラス、うん、かなりいいポイントじゃないかなと。そうですね、うん、ボディサイズ的に C より圧倒的に広いじゃないですか、はい、で S だとあの倒れないし、うん、そうなんですよ。いろいろ装備の関係で、うん、トランク意外に狭いんですよね。はい、だから使い勝手っていう意味ではあの一番最強かもしれないです、ね、かもしれないです。セダンの中で、メルセデスセダンの中で、うん、そして当然
はい、倒すことも可能なんで、うん、いけちゃうと。これはすごいですね。だワゴンの設定もありますけども、うん、セダンでも本当に負けないぐらいこうです、ね、荷物が詰めちゃう、うん、開口部をそんなに大きく取らなくていいんであればセダンでもうワゴン並みの容量です。そして下側はちょっとだけ、はいはい、収納とコンテナとパンク修理キットも入ってございます、うん、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。これ以前土方さんと AMG GT ご紹介させていただいたときに割と詳しく、うん、はいはい、ご紹介させていただいたかと思うんですけども、はい、まあ、詳しくはそちらをご覧くださいって言いたいところなんですけど、うん、はい、ちょっと、まあ、繰り返しになっちゃいますけども、はい、3リッターの直六回帰してきてるんですよね今。そうなんですよ、うん、割とこういろんな技術が進歩してきて、うん、はい、5気筒ぐらいのサイズで僕が直六ができるようになってきてる。あとベルトレスだったりとか、はい、あとはマイルドハイブリッドなんで ISG っていうのがそのミッションとそう、はい、エンジンの間入ってて、まあ、スターターもそれを兼ねてると、うん、ちょっとこの辺の走り、はい、AMG GT と、まあ、基本エンジン一緒ですけど車の方向性だいぶ違うじゃないですか。そうですね。ここが組み合わせるとどう違いが出てくるのか、うん、ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はいはい、続いて天井周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。さっきやってましたけど、うん、携帯の充電も、うん、はい、ついてるということで、うん、はい、いいですね、充電されると、はい、はい、で今回の車は、うん、ドライブレコーダーもついてたりとか、はいはい、そのまま乗っていただけると、うん、はい、じゃあ行きましょう、はいはい、ステアリングちょっとこの AMG からするとえっていうぐらい太いですね、やっぱり、うん、太いね、はあ、うん、ちょっとすごくスポーティー、はい、はい、行きます。これはただ絶妙な立ち位置なんで、うん、ちょっと人によってはいや C クラスでいいじゃん、 C クラス結構今のやつ広いし、うん、いやいやもうちょっと出して S クラスの方がいいじゃんとかってやっぱり意見分かれるところだと思うんですけど、はい、うん、ここはやっぱり名車124、うん、はい、からの、はい、からの E クラスですから、そうですね、はい、で僕思ったんですけど、うん、なんか一番E500、うん、になんかこう雰囲気ですよ、うん、なんか近いかななんて勝手に思っちゃいましょうか、うん、なんかこうさりげない感じ、あ、はい、63ってもうドロドロ言ってるしバンパー違うしブレーキも明らかにこれ300キロ出す車だなみたいなブレーキじゃないですか。そうですね、その点E5 さんって、うん、ブレーキの色も別に派手な色じゃないし、はいはい、マフラーこそ4本出しですけど、うん、このさりげなさの雰囲気で言ったら、うん、なんか124の E500 と雰囲気なんか似てるのかな。あ、確かにそういうところでは共通してるところあるのかな、はい、だって124だったら知らない人から見たら普通の車ですよ、うん、はい、で知ってる人から見たらあのフェンダーなんだありゃみたいな、そう、はい、ね、ブレーキでかいし、はい、そして今うん、レビューとして最低なことをしました僕は、はいはい、スポーツプラススタートっていう、そう、はいはい、で、イゴさんだとこれ、もれなくエアサスですから、はい、MG ライドコントロール、はい、はい、ちょっとこの辺の乗り味なんかも、うん、はい、
乗った感じはもう、うん、可もなく不可もなく。あ、そうですか。はい、はい、うわっていうのはないです。さすがもうメルセデスって感じで、うん、はい、何にも戸惑わないし、うん、はい、ただここは戸惑っちゃいますね、やっぱり2階建ては。そうなんですよね、ちょっと情報あと捜査関係も これじゃないですか。うん、そうなんですよ。これはちょっと慣れないと、うん、なんかね、いいんですよ、便利機能が手元でできるっていうのは、うん、なんですけど、うん、こうスイッチをもうちょっと気持ち大きくしていただいた方が、ね、ここまだあの黒い四角いクリクリの方が、あれがなんか最近ようやく慣れてきた感じでしょ。そうですね、うん、慣れたって言っても所有してないんで、うん、時々回送で乗らせていただくとかっていうレベルですけど、はい、あれとまたちょっと操作感違いますよね。だいぶ違うんですよ、はい、言ってしまうと僕乗ってるじゃないですか、はい、E クラス、はい、自家用で、はい、だからあのマイナー前ですけど、はい、なんでちょっとこうすごく戸惑うというか、うん、慣れですね。慣れればいいんですけど、なかなか。あ、足回り結構固めっすね。うん、しっかりしてる。タンタンって感じ。はい、しっかりしてて、はい、しっとりしてるんですよ。うん、なんていうのかな、こう絶妙な感じがします。ただこれ今コンフォートですよね。コンフォートです。はい。スポーツとかスポーツプラスにするとまた。変わってくる感じです。はい、です。コンフォートでももう割としっかりめな感じです。ですね。はい。はい、ただエアサスなんで本当にしっとりしますね。うん。はい、こういう感じではない。はい。はい、ちゃんと芯のある硬さです。うん。はい、で多分あれなんですよ。突き上げ感はないので。うん。うん。そうですね。冷凍自体はしっかり出てるのかなと思いますね。あとステアリングの太さ走り出すと余計感じますね、これ。本当ですか。こう握る感じじゃなくて添える感じですもん。はい。はい、添えてください。添えます。はい、では添えるだけで、はい、はい、いやでも乗りやすい。乗りやすいね。乗りやすいです。これまっすぐ行けば、はい、次の乗り口があるので。あれ、カメラこれ出るんですか。はい、これですか。うん、あ、そうなんですか。はい、これ前期出なかったですよね。あれ出た。出ない、ね、え、出す設定になってるわけじゃないの。いや、前期そもそもカメラこの画面出せなくないですか。出せんすか。どうする。あ、ごめんごめん。そう、こっちだもんね。そうっすよね。うん。そう。下。ごめんごめん。バンパー下のカメラだから。はい。あ、グリルのところの。はい。そうだね。そうっすよね。うん。あ、いわゆるスカウターみたいな感じじゃない。はい。あ、本当だ。そうですよね。うん。しまってください。はい。うん、これはいつも同じ目のやつやね。じゃあ、さっきここのカメラが出たんでびっくりした。そうだね。はい。そんなのもできるようになってる。へ、でもメルセデスって結構マイチェンとかでも本当に全然わかんないところ帰ってきたりするじゃないですか。すごいよね。だ、乗ると、え、こここうなってるのみたいな、うん、あと一生気づかないまますごい変化されてたりとか、うんうん、いや静か、ちょっとアイドリングストップは精神衛生上良くないんで、じゃあやりましょう。はい、じゃあちょっと早速、うん、スポーツプラスで、お、はい、ちょっとマフラーの音に関しては、うん、なんすかね、うん、ちょっと演出してる感を感じてしまうんですけど、まあですね、毎回高3系のエンジン乗ってこれ同じこと言って申し訳ないんですけど、はい、特に音が後ろからしか聞こえないじゃないですか。うん、前からの音が何もしないんですよね。うん、メカノイズというかその吸気の音とかっていうのをほとんど感じない、はい、本当にリアバンパーのところでブーって鳴ってるっていう、うん、でもさ、各メーカーがマフラー音をプラスでね、疑似的なものを追加してるじゃないですか。はい、だったら吸気音も追加してると思うけどね。確かに。でも最近吸気音なんかもいろいろ工夫してこう車内に取り込んでるとかってありますけどね。ありますけどね、鳴るようにしてるとか。ああ、シフトのレスポンスは割といいです、うん、ちょっと高速乗りたいですね。乗りたいです。はい、乗りましょう。はい、ちょっと混んでるんですけど、ここ抜けると入れますから、すぐ。あとはエクスクルーシブパッケージだと、うん、ベンチレーションも出てくると。これですね。はい、レザーシートですか。やっぱりベンチのレーション欲しいとこかなと、はいはい、あとマルチコントロールのシートバッグもついてくると、うん、そうです。いいですね、これ。だからもうほぼほぼなんか E5 さんでエクスクルーシブパッケージつければ、うん、まあ必要なものというか、うん、はい、は全部ついてくるかなって感じですよね。そうです。
これ寂しいよ吹き出し口。うん、なんでこれをさ G クラスとかクーペ、そう G クラスとかクーペと同じやつにしたかったのかなと思って、はい、なるほど。それやっぱりセダンはちょっとコンサバな感じがあるんじゃないですか。そうなのかな。だってゲレンデが採用してるんだよ。確かに、うん、ちょっと寂しいなと思って。ここはまあでも交換はできるんで。ステアリング太いな、本当に M みたいですよこれ。うん、これなんかクラシックな感じですね。そう、そういうところがね、うん、エアバッグちっちゃくて、うん、本当にクラシックはエアバッグもないんでしょうけど、うんうん、デザインがね、うん、だから多分わざわざクラシックに振ったんじゃない、うん、あのダブルスポークにして、うん、なんかはい、ちょっとこういいか悪いか別として、はい、そのステアリングっていうとさっきもちょっと言いましたけど、はい、やっぱりクラシックな雰囲気で、はい、結構前に出た BM の Z8 とかもそうだったじゃないですか、はい、なんかこう複合的な感じ、はい、僕大好きですこういうのデザインは。ただ使い勝手がね、確かにどうしても難しいですよね、はい、でちょっと下見でも言いましたけど今メルセデスってなんかもうすごくこう新しいものにこう取り組んでるというか、うんうん、ちょうどこう変化の時期じゃないですか、うん、なんか、まあ、S とかがモデルチェンジっていうのもあるんでしょうけど、うん、もう本当になんか、まあ、EV とかも見据えて、うん、もうすごく車をデジタルにこう、うん、変えていこうとしているところなのかなっていうのをちょっと感じるんですよね、うんうん、確かに、うん、だからデザインはさ、元々のデザインでクラシックな部分だったりとか、うんうん、それこそ本当、ね、メルセデスのこう各モデルの初代モデルに近いぐらいなところをこう、はい、なんていうのオマージュしてみたりしながら中身は最先端でっていうちょっとこう美味しいとこ取りみたいなところもあって僕は好きなんですけどね最近のメルセデスは。じゃあちょっといろいろ多分試行錯誤してるんだろうなっていうのを感じます、うん、そうですね。悪く言うと方向性が見えない悪く言うとねいろいろちょっと探ってる段階なのかなっていうか探ってる段階、うん、しますよね、うん、特に今モデルがこう入り乱れてるじゃないですか。そうだよね。もう S とか最近出た SL なんかも完全にここどでかいパネルにして、うん、ああもうでも今出たけど SL は楽しみだね。そうですね、早く見たい。そうですね、うん、どんな風になってるのか。フォーシータ、フォーシータだよ。フォーシータでソフトトップっすよ、うんうん、その前の方とかその前の前に乗ってた方なんかだと、うん、っていう、うん、ハードトップでしょそこはっていう意見は結構ネットでもありましたよ、うん、あそうなんだ。そうです。その前まで見てる人だとやっぱりソフトトップ買ってきたんだっていう、うんはい、僕はもう完全ソフトトップ派なんでよかったなと思いました。あとあのデザインじゃないですか、はい、はい、僕正直ちょっとヘッドライトはちょっともうちょっと丸くしてほしかったなと思いましたけど、うん、シャゲーみたいなもん。そうだね、いやすげえ遠くありますね、うん、だって車もだってこれ車重に関しても200と一番重たい63ので比べたら車重全然違うんですよね、うんうん、全然違います。車の動きがそもそも違いますよね。もちろん全然違いますね。僕の印象ですけど車そんなに外見以上にちっちゃく感じます、うん、そうですよね、はい、それがいいとこです。うわ早っ。気持ちいいっす。こんなんでしたっけ、はい、53のエンジンって、はい、あれこれ AMG GT の4353とエンジン新しくなってますよ。九州なの。そこの仕様変更ってないのかな。いやあるかもしれないけどでも、はい、なんかね僕この間乗った時にこれを乗った時に、はい、ミッションが違うんじゃないかと思ったの。あ、うん、違うったらおかしいけど、はい、ミッションのプログラミングが明らかに違うような気がしたんだよね。なんか違う気がします、うん、これで違ってなかったら笑えちゃうんですけど。まあそうだね、はい、でもキャラクターの違いっていうかボディの大きさの違いもあるしセッティングの違いもあるかもしれない。あとはなんかね GT53 乗った時に、はい、なんかこう停止状態からブンって
踏むじゃない、はい、その時にシフトアップするしてくじゃんでしょ普通に、はい、でもこっちを乗った時はシフトアップするたびに加速するのグングンって、なんか違うのかなと思って、あミッションが違うのかなってなんとなく僕は漠然と思ってたんですけどね。なるほど、うん、あの GT5 さんが遅いって意味じゃなくて、うんうんうん、味付けがだいぶ変わってる気がします。僕気がしますね、はいはい、そんなに短期間で乗り比べたわけじゃないんで僕の記憶だけですけど、うん、減速してってあのシフトダウンの時もあんなに大げさにブンブンってシフトダウンしたっけなと思って、うん、もうちょっと穏やかな感じだったよねイメージがね、気がするんですよね、うん、ちょっと改めてもう一回 GT が乗ってみたくなりました、はい、他のちょっと前期というか、うんはい、の5343がちょっと乗ってみたくなりました、はいはい、車が本当にでもなんか外から見た以上になんかコンパクトに軽く感じます、うん、乗ると、うん、アシストして抜群にいいですね。いいでしょう、はい、うん、で何だろうな、こう E クラスってこう大きさを感じさせないというか、はい、その何ていうのかな、何だろう、こうストレスにならないよね、はい、うん、ああこういう感じですね、うん、なるほど、うん、どうでした、乗りやすい、うん、でさ、なんかこう、はい、E クラスの足って、はい、あの変な言い方すると古臭くない、乗り味がどうなんすかね。僕はね、はい、あのある意味好感持ってるんですよ、それ分かりやすいから、あ、うん、すごくいいなと思いました。なんかこうどう動いてるのか分かんなくて車任せっていう最新の感じもいいんですけど、はいはいはい、なんとなくこう分かりやすいっていうか、動きがエアサスの割にちゃんとしてるっていうか、なんていうんですかね、しっかりと掴んでるなっていう感じも掴めるし、あれなんか高速乗ると途端になんか後ろからだけじゃない音の気がするんですよね、うん、違うんじゃない、あのアクセルの回路なんじゃないの、やっぱりそうなんですかね、うん、吸気音が途端に聞こえるようになったね。ああそうかもしれないですね、うん、シフトのレスポンスめっちゃいいっす、シフトダウンのレスポンスいいね、うん、そうっすね、うん、パドル操作してから、うん、ワンクッションというかその間はありますけど、うんはい、実際の動くのはめっちゃ早いっすね、ね、うんうん、キレもいいしね、うん、そうですね、キレがいいですね、うん、これ C 株っすか、 E 株だね、 E 株っすか、うん、テールが多分珍しいね、この色マットっすか、しかも E53 株じゃないですか、うん、かっこいいな、かっこいいね、かっこいいっすねマットブルー珍しいよ、かっこいいっすね、お前だな、ドアも下げてるし、今自動運転してる、はい、ACC です、うん、いいよね、はい、全部やってくれますからね、そうなんです、人間をダメにしますね、完全に、うん、本当に本来こういうところでやるわけじゃないんだけど、はい、普通のね、高速道路でやるもんなんだけど、はい、ちょっとこう、はい、お客様にこの試乗で案内っていうか、はいはい、もう手を本当に添えるだけ、はい、でも自動の車線庫僕したことないんですよ、うん、じゃあしてください、ウインカー出すだけでいいんですか、あいいんですよ、これ前に車がいないとダメとかじゃないですか、いやついてってる全然、あ行ったね、すごい怖い確かにでも今この名古屋環状とかじゃ、うん、必要ないかもしれないですけど、新東名みたいな、はい、淡々と走るとこではいいかもしれないですね、すごく、はい、安全だし、うん、車がやってくれるので、うんうん、いいと思います。いやびっくりしました、初めて使ってみました、うんうん、あ左足車線変更って全部出てくるんですね、自動で、うん、サポートして、確かに、はい、うん、僕なんか前方じゃないですか、 C クラスから
E クラスに乗り換えてるから、はい、前の205の C クラスの前期乗ってたから、はい、普通にこうなんていうのアダプティブクルーズでもやっぱりここまで賢くなかったので、はい、ちょっとドキドキした時が多かったんですよ、うん、でもやっぱり E クラス特にこのめっちゃ頭いいっすね、うん、めっちゃ頭いいっすね頭いいです、はい、すごく、うん、周りをしっかり見てるんで安心して乗ってられます。いやちょっとこのスポーティーさんにはびっくりしました。うん、おあなんかいいな、うん、NA の直六気筒救急みたい。確かに、うんうん、なんか昔ながらのいい音がする。アイドリングでちょっと吹かした時は、うん、僕正直寂しいなと思ったんですよ。あーピートとかで、う、ね、うん、うーんちょっとやっぱり人工的なというか、うん、なんか取り繕ってる感あるなと思ったんですけど、うん、走ると結構いい音しますね、うん、特に高速だと、うん、あこのさ作ってる感の音あるけど、はい、この音って思い出しました。なんですか。さっきから何回も言ってますけど、はい、124時代の320直六の3200のエンジン音にそっくりです。へえ、はい、揃ってますよね音が。ん？揃ってますよね音が、うん、音が揃ってる、はい、綺麗に。へえ、うん、いい感じです。もうだからあのなんかこう飛び抜けたものがないんで、うん、ちょっとそこが退屈に感じたりとか、うん、はい、中途半端に感じる方も多分少なくないと思うんですよ、うんうん、で特にこれだけラインナップが多いし、うん、まあ、車によって履いてるタイヤが違ったりとか。そうですね。そうするとやっぱりいろいろこう印象って変わってくると思うんですよね、うん、でもねこの例えば制限速度域で60キロ70キロとか80キロぐらいまででこういう、はい、首都高速っていうのかな、はい、こういうとこ走っててスポーツプラスモードでこのしっとり感たまらないよね。とんがってないですよね全然、うん、ただひとたびアクセルを踏めば、うん、はい、パンチのある走りもできます。そうですね、うん、明らかに直六もっていう吸気音ですねこれ。いいなぁ、欲しくなっちゃいましたよ。いいクラス乗ってるじゃないですかだって。そうですね。ここはだから53っていうところは、うん、本当に評価分かれるなんて思い今回思いました。うん、63も上ありますし、うん、はい、でも結局63まではいらない。じゃあ普通のメルセデスのラインナップで、E450 とか、E300 とかでいいのかって言ったら、はい、でもやっぱ通常のメルセデスだとこういう味わいって、うん、そうですね、体感できないじゃないですか。そうですね、はい、これはさすがに。そうです、そうです、はい、AMG だからこそなんで、はい、欲しい方は、うん、確かに63もいいですけど63まではちょっとっていう人は、うん、もう価格も一気にこう跳ね上がりますし。そうなんだよね、はい、もう押しデザインのその押し出し感もそうだし、うん、音もそうだし、うん、はい、なってくるじゃないですか。早くて当然だし、うん、いいのは分かってるし、うん、そこまで必要とするかどうか。僕個人的にですけど、うん、CES で63シリーズだったら、うん、E の63がなんか一番ヤバい感じしますもん、うん、しますね、なんかしますします。僕もします。一番こう飛ばすんだろうなっていう、こうするね、本当にこうぶっ飛ばす人が乗りそうみたいな、うん、そうで、はい、飛ばせるしね、はい、まあ、安定感も半端ないし、そこはもう E クラスっていうところの車の作りの良さだったり、こう、そうですね、良さだったりですよ、うん、だからこの、ね、昔ながらのミディアムクラスっていうのが多分ボディサイズ、はい、ホイールベース、はい、タイヤトレッド、いろんな意味でトータルで多分こう扱いやすいんだと思いますよ、うん、どうしても C クラスだと悪く言うとホイールベース短いから段差でピョコピョコ跳ねちゃう感じがあったりとか、はいはいはい、デスクラスだと逆にこうゆったりしすぎちゃったり、うんうんうん、
ボディのデカさを持て余しちゃったりっていうのもあるし、だから僕は最善ないいとこ取りなのかなっていつもいいクラスは思います。なるほど、はい。その辺の表示も変わってますよね、ね、前期と、うん、はい、ハイテクだな、すごいね。おお、あれ、お、これじゃなんねえんだ、できないですか、こっちだ。ナビ画面だとできるのかな、はい、ホームホームホームよいしょ、お、はい、これでホーム、あ、これシートね、はい、リラクゼーション、はい、あ、いいですね、はい、素晴らしい。ナビ画面だと思う、これでね、縮尺はいできますね、はい、できると、はい。他の車でも言ってますけど、うん、光沢の画面じゃないですか、うん、だから結構指紋が気になるとか、あ、本当、はい、うん、でも大体なんか出てるらしいですね、フィルムは。あ、フィルムは出てます、はい、あのメーカーでも、はいはい、でオプションです、オプションって言ったらおかしいけど、いくらかな、5000円とか6000円で買えたの、うん、なんか専用のが。でもこれ指紋気になります、これあの操作してるときは画面がついてるときはいいんですけど、うん、エンジン切った後に、うん、はい、あ、でもそんなにこう、あれ、これ貼ってる、貼ってあるのか、貼ってありますよ、これ、あ、ごめんなさい、貼ってありましたね、はい、貼るのがいいですよね、ね、はい、でほら僕土っちみたいにあの、はい、油切ってないんで、はい、土おっちゃんだから油切ってるじゃん、はい、油田って呼んでください、はい、ボンドの油田って呼んでください。そんなこと言ったら僕があの試乗した車売れなくなっちゃう。そうですね、はい、今の冗談です。やっぱり街乗りはコンフォートの方が圧倒的ですね。そうですね、はい、全然いいですね、はいはい、全然乗り心地いいです、うん、ゆったりした感じだな。やっぱりホイールベース長いからいいな。そうですね、やっぱりこういう車っていいですよ、のんびりも走れるし、やっぱり中の質感とか、うん、はい、いろんな装備とか、うん、まあ、土方さんおっしゃってるように、うん、おっしゃったように、うん、C よりやっぱり S に近いなっていうのは感じました。そうですね、なんかね、うんうん、まあ、あの僕あのよく言ってますけど、結局はベンツって基本 S クラスですよね、はい、そうですね、 C も高級車の感じじゃないですか、はい、コンパクトカーなのに、はい、A だってそうだし B だってそうだし、すごいなと思いますよ、そういうところでは。主軸はやっぱり S クラスですよね。そうですね、でも C も C クラスも数々名車ありますし、うん、E クラスも数々名車ありますし、はいはい、もうセダンに関してやっぱり手抜いてないしですね、はい、いろいろ作ってきたこう技術と経験があるんで、うんうん、はい、間違いないです、間違いないです。まあ、ただいろんな、まあ、このグレードもありますし、うん、はい、まあ、合う合わないあるんで、そうですね、はい、まあ、その辺は気になる方は見ていただいたりして、うん、選んでいただけるといいんじゃないかなと、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後になりますけれども、土方さん的に最終的にこれは中途半端でしょうか、ちょうどいいでしょうか。サイズ感とかその使用用途を逆に言うと選ばないので、僕は最善だと思います。あの個人的にはもう絶賛するぐらい好きです。僕もあのちょうどいいと思いました今回、はいはい、これあの動画で持ってるんじゃなくて、うん、ただちょうどいいを選ぶのが大変だなと思いました。そうですね、はい、確かに、あのやっぱりエンジンも200から、うん、はい、一番上の63まであるんで、うん、まあ、いろんな方に多分こう当てはまる、どこかが当てはまると思うんですよ、はいはい、だそんな中で53は割とその当てはまるのが結構広いんじゃないかなって。いや、いいと思いますよ、うん、だって63までいらないっていう人ってすごく多いんですよ、うんうんうん、けどその走りはあんまり妥協したくない方とか。そうですね、はい、であの燃費も多少こうやっぱり63よりいいじゃないですか、はい、うん、で装備も充実してますから、はいはい、まあ、いろんなこうグレードバリエーションある中で割と多くの方に受け入れられていただくのが53じゃないかなと、はい、だと走りの良さがびっくりしました。やっぱりそうですね、間違いないですね、あの GT と全然違うんですよ、やっぱり、はい、違います、うん、
同じやっぱり53ってついちゃうと、うん、なんかこうちょっと近いのかなと思ってたりしますけど、うん、やっぱりでもキャラクターはちゃんとメーカーとして分けてますね。まあ、メルセデスが作るセダンですから、はい、ここは間違いなかった。間違いないです、はい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG E53 フォーマチックプラスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。